チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。本日は中見先生の台本で特別企画、古典を読む意気ということでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということですね、もう初めて中見先生にお任せということで、私がインタビューさせていただくということで、よろしくお願いします。台本というのを書いたことないんですよ。自分がその公開ござえるような、まあそういう形で作ってしまったら申し訳ないんですが、はい、で私が聞き手って感じですね。はい、で本日はですね、まあ、君主論を読む意義っていうことですね、はい、お聞きしたいと思うんですけど、そのなんで君主論って読むべきなんですかね。まず歴史の、まあ、これ私は社会科学で歴史分析してますので、社会科学の立場で歴史を分析する人にとってみれば一番のモデルであるということですね。このマキャベリがまさに社会科学的な手法、まあ、機能法ですけど確立だと、うん、ということでも歴史をただ何年に何があったっていうのを分類じゃなくて、何があったということを分析するときにまずこの君主論が手本になっているというのはまあやっぱり一番大きな意義ですね。君主論に書かれていることをねそのまま実行しろじゃなくて、まず分析方法をちょっと見てください。なるほど、わかりました。はい、ということはその分析方法を聞きしたいんですけど、やっぱり技術論ですよね、はい、まあ、統治論とか技術論いろんな見方あると思うんですが、例えばマキャベリの本といった時ですね、どうしてもローマ史論が一番だっていう方が多いんですよ。これ思想史やってる方は特にそうですね、はい、うん、でまあ、それは民主主義をね良いとみなしてるから、うん、ところがその普遍性を持ってるのはどちらかというとやっぱり技術論であるその君主論の方、はい、まあ、それだと思うんですね。マキャベリズムっていうとすぐ君主論ということで、はい、誰もが引用するんですね。ローマ史論を引用する人はあまりいないですし、まあ、ややこしいですからね。思想の研究やってる人だけなんですよ。まあ君主論も相当まどろっこしい、そうですね、従ってがどこにかかるかわからないみたいな。いや君主論も現在、はい、例えば翻訳されているものの解釈ですね、はい、解釈書を見ると結構違ってるんですよ、はい、まあ、一番面白かったのはですね、最近のある君主はね口を開くとねその平和とか大事だっていう言うけれど、実はそれにすごく反対なんだと書いてるわけです、はい、でそれは一体誰を指すのかってマキャベリは言わないんですよ、はい、でこれはやっぱ2つ説があって、はい、まあ、チェーザレ・ボルジアという説と、はい、それからスペイン王のフェルディナンド5世という説と、はい、どっちも当てはまる、はい、でいわゆるまあそのどちら当てはめるかっていうのは非常にこう揉めるし、まあ、揉めてもしょうがない部分ではあるんですね、はい、でもやっぱりそういう意味でマキャベリってこう、ま、分かりづらいところもやっぱりあると、うん、でも私は実はちょうど中学1年に入った時に最初に読んだのがこの君主論だったんですよ、はい、中1で、はい、みんなが、ま、歴史の方にねみんなマキャベリズムってこう書いてるから、はい、どんなものなのかって非常に関心があって、はい、まあ、せっかく中学生になったからって、まあ、その文庫本買いに行って、はい、でそれを最初に読んで、まあ、ハマったっていう、なるほど、そういう本でした、はい、まあ、薄いっちゃ薄いですけど、ね、薄いです、ね、薄いです。それとですね、まあ、知識がないとねその分からない、はい、まあ、いろんな人名出てくる、イタリア人ばっかり出てきます、ね、出てきますからね、分かりづらいんですけど、言わんとすることは分かりやすかったっていう、うん、はい、こういうことですね。で何をマキャベリを見てるかっていうと、そのいろんな事例の中から普遍的な法則がないと、うん、例えばうまく統治してるとかね、国家を統一するときにその何か法則性がないかっていうのを見てて、はい、それでいろんな例を出してるわけですね、うん、それがやっぱりこの我々がこう参考にすべきところじゃないかなと、うん、まあ、まあそれが第一だっていうことですね、はい、なるほど。で、まあ、マキャベリの君主論といえば必ず対比されるのがカンピシ、そうですね、はい、カンピシの方が比喩が多いですね、まあ、はい、でまあ、だからいろいろ故事で聞いてることみたいに思ってたのが実はカンピシの比喩だったっていうのがね、待ちぼうけとか、待ちぼうけとかですね、はい、一方の争いとかですね、はい、まあ、そういうのが全部出てて、やっぱりすごくそのカンピシっていうのはその読み物として面白いんですけど、はい、まあ、マキャベリの方が短いです、君主論、はい、それと分析法が明らかだということで、カンピシはその言いたいことをその比喩でこう表しているに対して、はい、マキャベリはこう分析法でその言いたいことを出すということで、うん、まあ、どちらももちろん面白いし、まあ、倉山先生なんかも言うようにね、確かに読み物としてカンピシは面白いんですけど、はい、まあ、私はカンピシよりもね、まず最初にマキャベリと、うん、まあ、倉山先生もね、最初にカンピシよりもマキャベリを先に読みなさいって言うんですが、はい、私はやっぱりマキャベリを読んで、カンピシを比較するっていう方が、より分かりやすい、どちらも分かりやすくなるんじゃないかな。そうなんですよ、マキャベリって、言い回しは回りくどいですけど、常識人ですよね、うん、カンピシって極論ばっかで
でしかもあの例えてもことごとくあの孔子たち儒家の悪口嫌味で、しかもあのなんか一部あの本人が書いてないところも混ざって現代に伝わってるみたいな、明らかに。やっぱりあの古典ですから、おそらく誰かがね受け継いで、まあ、その人と同じようにね、はい、ここはこうじゃないかって改変するとかで、はい、結構やっぱあると思うんですよね。だから原点が残ってないっていうのが、はい、これは孫子でも韓非子でも、あるいはもうそれこそ論語でもみんなそうですよね。そうですね、はい、難点というのはね、うん、難点ですよ ね, ですね、はい、でそこでですね、台本にはカウティリア実理論ってあるんですけど、なんですかこのカウティリア。これ超マニアックなんですが、はい、あのチャンドラプタ王国の最初カウテリアって言ったんですよ。インド人ですね。インド人です、はい、チャンドラプタってことは古代、古代です。でインド古代なんで、当然年代がいつの人かよく分かんない、100年、200年平気でずれる。もう平気でずれますね、うん、ただ一番古い帝王学てか韓非子より古いっていうか、残ってる限りで言うと一番古いんじゃないかって言われます。世界最古の帝王学、うん、まあただこれも分かんないです、うん、要するにこれまた偽証説ありますしね、はい、ただ最初にこの実はこの実理論って知らなくてですね、はい、ウェーバー、マックス・ウェーバーが、はい、まあ、そのインドのその帝王学に比べると、そのマキャビリなんて子供の、まあ、子供じみてる、ああ、はい、まあ、そのマキャビリを子供じみてるのでどんなのかってずっと気になったんですね、はい、で今だったらネットで検索すればすぐ出るんでしょうけど、うん、まあ、倉山先生は我々の時代そんなのないですから、もうその図書館に行ってね、レファレンスで行ったりして、はい、調べて、結局その行き着いたのがその実理論って本だったっていうことで、はい、うん、これがまた手に入んないわけですよ、はい、あのこれ翻訳あるんですか。あります、お、はい、岩波文庫で出てるっていうか、あの岩波のほら厄介なのは、はい、あの突然絶版にしますよ。そうで突然再版するでしょ、はい、その再販するタイミングに手に入らないと手に入らないっていう。神保町の岩波文庫専門古本屋店とか行く知恵はなかったってことですっていうかですね、遠いから行けない。岩波文庫のあそこにもなかった。えあそこになかったなかったです、うん、で私は早稲田の、はい、古本屋さんですね、古書原生ってあったんです、はい、そこに頼んどいたら入ったって連絡もらって。それ何歳の時ですか。ですね、20もう社会人になってました。あ、社会人になってなってましたよ、はい、ずっと頼んどいて、はい、もう1ヶ月に1遍ぐらい行ってフォローして、はい、で入ったって連絡もらってすぐ買いに行った。ええ、今の流れだと中1の時探したのかと。そんなことないですか。探し出したのはもうだから10年以上探した。10年探したんです。探しました。そういう時空を超えた話だったんですね。いや、だから手に、はい、昔は本手に入りづらかったですよ。アマゾンもないしね、古本屋サイトもないし、ね、日本の古本屋もないし、そうだからもう自分の足で探す、はい、紫式部もないし、片っ端からやってどうするのね。はい、まあ、それはさておきですね、あのカウティリアの実理論って具体的に何書いてるんですか。ですね、帝王学っていうか、はい、まあ、帝王学っていうんですが、実はものすごい分厚い本で、はい、韓非子の2倍ぐらいなんですよ、はい、で細かくいろいろなその要因が、うん、その政略論から財政論から、はい、もうあらゆる国家統治に関わることが書かれてる。なるほど、はい、だから読むと当時の国情とかね、はい、いろんなことも分かって、はいはいはい、非常に面白かったのはあの財宝の種類も書いてあるんですよ、はい、で財宝の種類書いてあった時に公僕が出てくるんですよ、はい、でたまたまですね、全然戦略とはそんなの関係ない、その環境関係の集まりの時に公僕の研究家がいてですね、はい、鉱物はいつ頃から価値があったのかっていうのは自分はちょっと分かんないって言ったんで、まあ、少なくとも、ね、はい、チャンドラプタ王国にありましたって言ったら実理論ってこうメモしてたっていうね、はい、それほどまあその細かく書いてあります、はい、城の種類もすごいです。砂城っていうのは初めて知ったんですよ、はい、そういうのが全部細かく書かれてるっていう本ですね、うん、砂城って砂で作ったというか、砂、どうも砂漠にある城みたいな、あ、はい、ですね、それを利用してる城みたいね、うん、地形を利用した、うん、あ、で地政的要因の地政の性が勢いっていうのはそういうことですね。そうなんですよ、うん、まさにそういう地政なんですよ。なるほど、本当に細かい技術論も含めて。そうです、だからあの全部読んでるとねちょっと疲れます。面白い反面疲れます。で帝王学知るときにここまで知る必要あるのかなっていう、はい、でどのあたりがマキャベリが子供の遊びに見えるんですか。あのですね、そのマキャベリーって比較的その端的に決断出してね、はい、あのまあ、殺しちゃえっていうのね、はい、で恐怖を与えろみたいなことなんですが、はい、あのもっと狡猾なんですよ、はい、例えばその部下に責任を負わせて殺せっていうのはマキャベリーの、まあ、有名なやり方ですが、
そういうことよりもですね、戦場に送り込んでね、うん、でお前はその大変優秀だからその一番いいところ任せるみたいな、うん、一番の激戦区に送り込んで殺しちゃえっていうね、そういうことが書いてあるんですよね、はい、うん、だから非常にその狡猾だし、うん、まあそういう意味で言うとその謀略っていうもので見ればね、これ謀略だけじゃなくていろいろ書いてあるから読みづらいんですけど、うん、はい、謀略だけ見るとすごい技術ですね。あ、なるほど。でまあそのスパイを使っあのについて研究してるというのは孫子とか、やっぱり孫子ですね。やっぱり孫子はそのスパイ重視ですし、うん、豊の考え方って戦争をあんまり好まないわけですよ。お金かかりますから、うん、はいはい、で戦争よりお金かからずに手っ取り早い片付けるときに諜報活動が大事だと、うん、まあ金額が違いますよね。スパイ活動にかけると戦争では違うから、やっぱどんなに金かかったって戦争ほどかからないと、うん、だからやっぱりスパイを重視しろっていう、はい、そういう考えですね。まあそうなんですけど、昔から疑問を持ってたのは、うん、スパイって養成するのに時間がかかって成功率低いじゃないですか、うん、それでも戦争よりは安くて成功率高いと思ってるんですかね。というかね、買収も結構入ってくるわけですね、はい、あ、要するに敵、スパイって言った時に、はい、まあ、洋館とか青館とかいろいろ言った時に、はい、買収で敵方をスパイにしちゃえと、なるほど、そういうのもあるわけですよ、うん、いい情報を得るためにね、はい、それが大事だ。あ、ちなみにあの宇野先生ってあの卒論がマキャベリー、マキャベリーおよびマキャベリーズとですね、マキャベリーズ、ね、でそれでこのカウティリアって出てくる、カウティリアだからちょびっとしか出せない、なるほど、あ、そうか、社会人になってから初めて本が手に入ったんで、あの当時はね国会図書館でやりでしょ、はい、だから国会図書館ってほら貸し出すの嫌がるじゃないですか、一応貸し出す禁止でしょ、はい、でさ借りて、コピーするには量が多すぎたんですよ、はい、うん、まあそうですね、まあ、しょうがないからバーッと読んでもうメモ取ってっていう、はい、そういう世界、ね、私もそういう人生を歩んでましたが、はい、で次の項目でいうと漢碑誌なんですけれど、なんか戦国時代と中国の戦国、古代中国の戦国時代 と、ヨーロッパルネッサンスを比較されたということで、そうです、はい、あの漢碑誌とそのマキャベリ比較するときに、はい、まあ、あの何が違うかってやっぱ違いもこう見つけていかなきゃいけない、みんな同じだ同じだって言うんですけど、はい、そうするとやっぱり、まあ、時代の違いが、まあ、 ね、はい、それからあのヨーロッパと中国の違いっていうのもあると、はい、で特に時代の違いで言うとその古代ですから漢碑誌は、はい、孫子と同じように混然と一体化して、はい、まあ、政略戦略その君主学から最小論まで全部こうバーンと入ってる、はい、でマキャベリーの方がそういう意味で分業が進んでる時代だっていう、まあ、それが一つ大きな違いですね、はい、それとやっぱりルネッサンスは根が確立してると、はい、まさに根の確立がルネッサンスですね、はい、それに対して、まあ、漢碑誌の時代というのは根が確立してないと、うん、まあ、漠然とした民衆がいる時代だと、うん、という違いがありましたし、それと逆にやっぱり中国の方が複眼的にね、うん、なところもあるし、うん、マキャベリーは単眼的にバーンと見つけてる、はい、その代わりそのマキャベリーなんかはやっぱ根が確立してるから、うん、例えばその一番面白かったのは組織の在り方としてね、はい、まあ、新章出発が共通なんですよ、うん、ところがそういったその新章出発で特に罰の方の力を、はい、誰が持つかって言ったから、はい、その漢碑誌は君主が持ちなさいと、持たないとその部下の方に行っちゃうよって言ってるし、はい、逆にマキャベリはそういう憎まれ役は部下にやらせなさいと、はい、その辺の違いも面白かったですね。なるほど。それがですね、なんか昔ですね、小室直樹、西尾幹事唯一 の対談本っていうのがあって、強調、対談本じゃないですよ、強調なんですよね、はいはい、そうですよ、漢碑誌の専門家と小室直樹さんのパーツと西尾幹事さんのパーツが3つ並んでるだけっていう漢碑誌っていう本がある。それはでもかなり面白そうですね。私大学4年か院生ぐらいの時か、いや大学院生かな、うん、の時に、うん、なんかもう西尾さん西尾さんで、うん、もうまさに古なんてない古代中国の、うんうんうん、まあ、とにかく漢碑誌の予定はみたいな話してて、小室さん小室さんで小室ワールド全開で、当時の古代中国っていうのはヨーロッパのパワーポリティクス、バランスオブパワーの世界だと言って、近代ヨーロッパ政治をそのまま当て込んで、漢碑誌が生きた古代中国は近代ヨーロッパだって言い切るという、でそれであの真面目な漢碑誌の先生が締めるという、すごいバランスがある意味で取れまくってる本があって、それを思い出しました。それは面白い、それは面白い。これこそ古本でアマゾンとかで出てたらまあ買いっていう。そうですね、うん、いやそれ思い出しちゃって、はい、
まあね、ともかく 本がね、その 今は、うん、今ほど手に入れやすい時代はないなと思いますね、はい、まあ、先生の苦労もそうでしょ、そうです、やっぱりそのどうやって本を手に入れるか、うん、だからその蔵書をね、どんどんひたすら増やしていくしかない、はい、まあ、それで家建てた先生、いや本をあの収納するためだけの家、そうなんですよね、なんかね、なあ、ちなみにあの小室直樹さんと私ってよく似てるって言われてて、うん、ちなみに今書いてる本で猫好き以外に共通点あるかなって書いちゃったんですけど、あのですね、いや、私は似てると思うんです。そうですか、どのあたりが、まずね、あの文章の表現面白いです。これは面白いな、だから小室直樹先生以来ですよ、うん、あ、面白い表現いろいろ出てくる、うん、あ、ちなみに企業秘密ちょっと言いますと、はい、筒井康隆さんと城山三郎さん、はい、私の模範として、あ、小室さんは実はですね、まあ、あの本持たないで立ち読みばっかしてた人じゃないですか、はいはい、小室さんの本は立ち読みで済まそうと思ってました。なるほど、あの小室さんはほら、あの4畳半だか何だかの下宿で1回本がぶち抜いたもんで、何も持たないっていうね、はい、逆に私もぶち抜きそうになったんで書庫を建てたっていう私はそこまでいかなかった。村松豪さんがなんか病室であの本が床抜いたみたいな伝説がいろいろありますけどね、やっぱ本がね、その量が多いっていうのは一番難点そうですよね、何の話やって感じですけど、いやいやいや、いやでも小室さんは漢文の知識がすごかったですからね、そうですね、だからいろいろ言葉使うわけですよ、はい、それまた解説してくれる、いちいち、うん、簡単に解説してくれるんです。ちなみに小室さんって口述筆記っぽい書き方を手書きでやってたらしいんですよね。あ、そうなんですか。あれ実は手書きらしい、口述筆記じゃないです。それはすごい、よくな、わざわざそんなことやるかっていう変わった人でしたよね。まあ、頭は とんでもないぶっ飛んでましたからね、うんうん、いやだから漢字ってどっちかといえば西尾さんに近いかないろんな意味で、まあ、まあまあそうです、ね、だからすごい西尾さんのその書き方がなんか漢字を自分に見立ててるんですよね、うん、ああ李氏を誰に見立ててるかはさておき、まあまあね、はい、まあ、ともかくなんか自分は完璧主義みたいにみたいな話で、うんうんうん、あ、何でしたっけね、あの米蔵のネズミと弁当のネズミとか、あ、いやいや、だからあれ、あの昔話とかね、そんなんで知ったのが完璧主義に全部載ってるってやっぱ驚きでしたよね。完璧主義言ったらここが原点だったんだっ て、ね、っていう感じで話を戻させていただくと、「敬徳、力と恐怖」って話。そうですね、だから、はい、まあ、完備者は、ね、やっぱり放火ですから、はい、系と徳ですよね、はい、それに対してマキャベリーの方は、まあ、もうちょっと混乱してますから、はい、もうストレートな力と恐怖っていう、うん、まあ、それが出てるんですね、はい、まあ、よくスタートの政治学とかって言いますけど、うん、はい、まあ、やっぱりマキャベリーっていうのは露骨な力をバーンと出して、うん、まあ、それが彼の言う残酷さっていう、ね、はい、形に出てるのかなと、うん、そんなことをこう書いたのを思い出しましたね。なるほど、はい、うん、で、まあ完璧主義ってまあ理想を例え話で書いてるっていうやり方で、うん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 、でマキャベリーは歴史という、そうですね、あの別に注釈がいらない事例でもって政治の在り方を書くっていう、うんうんうん、技術論を書くっていう違いですかね、うんうん、そうですね、はい、だからほら合わない人間について結構酷評してね、はい、あのシーザー、ユリウス・カエサルとかね、借金王だからね、はい、あれはその途中までうまくいっただけなんだみたいな書き方しちゃうっていうね、はい、あれはちょっと人間っぽさも結構出てくるんですね、はい、あのマキアヴェリ見てるとですね、で、卒論でいろんな人をあの扱ったということで、ちょっと日本人のマキャベリ論というのをお聞きしたいと思うんですけれども、はいはい、石上良平ってなんか私、この人、原系没後の正当史論でしたっけ、ね、それ書いてる。逆にそっち知らないです。あ、はい、いや、まあ政治学者ですね、うん、この人、はい。どういうこと言ってたんですか。そうですね、この人がそのマキャベリズムの実践みたいなその実例を一番書いてたんです、はい。なるほど、はい。この人の本が一番手に入らなかった。あ、で国会図書館で全部コピーする、もう 何回も並んでコピーしたのこの人の本です。なるほど、はい、石上さんそんなことをやってた、ね、やってましたね、はい、で佐々木武さんといえば児童翻訳として有名な方ですけど、福田寛治さんの学び、はい、お弟子さんですね、であのマキアヴェリ の政治学的なこう研究を書いてますね、はい、この人は敬願だと思いました、うん、大変そのマキアヴェリの分析が面白かったんですね。ちょっと後でゆっくりお聞きすると、はい、柴山由紀さんと私存じ上げなかったんですが、こっちがあのマキアヴェリの歴史学的な研究ですね、はい、うん、
で西村定一さん西洋史家、西洋史家ですね、はい、であと高瀬岳さんってご存じ合いなかったんですか、ね、高瀬学さんというのは史官 の、はい、あの政治思想の先生で、はい、あの実は結構マキャベリに造形深くてですね、はい、文章を読みづらいんですけどかなり優位な全大衆心理の操作みたいなのを書いた先生ですね、はい、でさらに次の台本のページいくと愚かなハニゴロ、これ話にならなかったですね。あ、そうですね、マキャベリのね君主論この人を書いてルネサンス好きだって読んで、はい、あこれは全く当てにならんなっていう、ね、はい、だから卒業文集の参考文献に入れなかったんですね。あ、まあ、当てなかった、まあ、一応一言あの反面教師として参考にしたという面で入れとかないとまずいんじゃないですか。というか文章の中で、はい、まあ、こういうことを言ってる人いるけれど、はい、これは全く愚かであるってこと、はい書いたんですけど、はい、読む人読めば誰でも分かるっていう。あ、まあ愚かなハニゴロって二重形容詞ですよね。まあそうですね、はい、私がどうですかね、大学1年ぐらいまで、大学1年、今もそうですけど、一番嫌いなその人間ってハニゴロタイプですからね。あ、うん、現実に生きてる人間の後白河を抜きにしてですよ。亀さんですね、亀さん。その亀山上皇を抜きにしてですよ、はい、まあ、一番嫌いなのはその、いわゆるその全然知らない人間で一番嫌いなハニゴロです、ね、はい、なるほど。まあ、ハニゴロウはハニゴロウであったと、みんなが嫌いなパヨクそのものをね。そうですね、それでね、はい、一番嫌だったのはね、はい、そうやって左翼的なこと、極左的なこと言って味見ながらね、はい、自分はね、貴族的な生活をする。あ、その100万円のシャンデリアかけて、でそのね、活動家がそれ聞いて、まあ、その自殺したらば今度大きな犬飼ってね、はい、その活動家が来ると追っ払うってね。あ、で人から呼ばれた時は一番最高のステーキしか食わんとか、自宅でその何タルタルステーキ食べてるか、まあ、聞いてる話がもう嫌で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 、まあ人間のクズですね、クズですね、はい、っていうね、そしたら書いたものもダメだ。あ、なんでこのこいつがこんな偉くなれたのかっていう、もう戦後日本のチブみたいな。そうですね。じゃあ次飛ばして水田博さん。これは東大の先生で思想史の先生ですね、はい、で実はこの人もハニゴロウを批判してるんですよ、はい、批判してるっていうのはその非常にまとえた批判、はい、結局佐々木武さんとかそのもうストレートな言い方じゃないけど、明らかにハニゴロウの言ってることはデタラメだっていうことを書いてるんですね、はい、私みたいにその露骨に言わないです、はい、でも読むと分かるんですよ、はい、じゃあハニゴロウって何を言ってるんですか。結局ですね、そのマキャベリーが君主論を書いたことを評価したい、はい、ところがその民主主義を評価しなきゃいけないから、はい、マキャベリーのようにその君主がね力を持ってやるってことは、うん、その認められない、はい、それどう整合性を取ろうかっていうんで、まあ、非常事態の有事の手段に過ぎないみたいな切り方で片付けちゃったんですよ。なるほど。はあ、ところがその佐々木さんなんて読んでると、うんうん、その民主主義とね、はい、そのパワーポリティクスが矛盾しないことをちゃんと書いてるわけですよ。あ、まあさすがに佐々木さんそこはちゃんとしてます。ちゃんとしてましたね、やっぱりそうやってちゃんと説明しててね、この人いいなと思いましたね。というか、まあ頭がいい左翼とね、はい、頭の悪い左翼の差違い、はい、ああボロクソ言いますね。まあハニゴロだと言っていいがだって感じですよね、はい、で、コローネって何ですか。それがあの都市国家、都市国家、まあギリシャだとポリスなんですが、はい、ちょうどあのルネッサンス時代にフィレンツェ共和国とか、はい、あの公国がありましたでしょ、共和国が、はい、ベネツィアとか、はい、あれがコローネなんですよ。あ、なるほど、うん、あの公国じゃなくて共和国ですね、うん、なお共和国もまた君主によって支える、まあ、要するに君主っていうのはリーダーって読み替えろと。そうなんです、ですからそれを読めないとね、はい、ダメなわけですよ。あ、だから世襲にこだわっちゃう。あ、そうだからね、私も読んでて分かったのは、はい、君主とかあるいは国王とかって言い方は、はい、実は一人の支配者、ね、指導者っていう意味であって、はい、世襲じゃないっていうことなんです。世襲とは限らない、リーダーっていうふうに読み取ればいいっていう。そうなんですね。相手が王様で世襲みたいな人ばっかだから君主論言ってるみたいな、うん、そうなんです、 そうですよね。だからそのまあそのエッチさんはですね、はい、まあ、今更エッチさんって言っても手遅れかもしれないですけど、はい、完全に手遅れだと思うんですが、はい、結局その世襲の君主って考えしか持てないわけですよ。あ、うん、だ世襲のものに対する敵しかないですっていう。だから民主国家だってパワーポリティクスやるでしょう、はい、だからその乱世においてその君主、いわゆるそのマキャベリが君主論でいうリーダーシップ論というのをね取るのは、例えばそのコローネという共和制だって取るんですっていうことがちゃんと佐々木さん説明してるんですよ。なるほど、うんうん、非常にうまかったですね、はい、で最後の締めですが、あの有名な歴史学者のマイネッケ先生ですね、はい、このまあマイネッケとね、はい、リッターっていうのが、まあ、海外のマキャベリの研究で、まあ、数も少なかったですが、はい、面白かった、
ですね。非常に面白かったですね。マイネってとこは卒論で読まれて。読まれました。読みました。それマイネってぐらい、あの大学生のうちに読んどけってことですね。まあ、私もあのマキャベリやったから読んだ、はい、かもしれないですけどね。まあね、マイネッティとかホイジンガとか、 なんか日本史の私でも読めって言われて、いまだ何も覚えてないですけど、ね、でも一度目を通しとけって本ってありますもんね。あ、ですからね、あの本読むときに、うん、まあ、精読する本と一回目だけ通しときなさいって本があって、お前はねマキャベリやマキャベリズムやるんだから、はい、まあ、何度も読んで精読しなさい、はい、で逆に言うと政治学やる人はね一回目を通しなさい、はい、まあ、そういうぐらいですかね、うん、そうですよね。やっぱりわかんないですもんね、一回読んだら。だから本の読み方下手な人って、一文字残らず読んで、わかんないければ飛ばしちゃいけません、分かる、考えて止まりなさいって、あれ大間違いですね。わかんないだと飛ばしていいんだよ。だからね、先生も経験あるでしょ、人保町とかね、はい、まあ、さん神田の古本屋って専門書を読むと、最初の5ページぐらいね、線とか引っ張ってなと真っ白だった、はい、で何あったか容易に想像つくわけです。そうそう、あれ最低の読み方ですね。で最初にね5ページで挫折しました。そうそう、だからやっぱり学生なんかに自分なんか勧めるのは、うん、分かっても分からなくてもいいから一通り目を通すってことを3回繰り返せ、うん、そうそう、まあ、だから1回パラパラとめくって読む意味がないなと思ったら読まなくていいんですよ。置いと辞書代わりに置いとけばいいんですかね。そうですね。あ、そう、最近辞書代わりに置いとく本ってないんですよ。だから結局、うん、本が洪水のように出てて、うん、積ん読してて、でそれもう見る目がある人いいですけど、それもう古本読むとがいいよみたいな本まで積ん読してる人いっぱいいるわけですよね。あ、いや、それはいくらあっても足りないじゃないですか、うん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 、だったら辞書代わりに置いとく。あ、ちなみに石上良平さんが出てきたんで、うん、私原慶日記って渡瀬祐也先生と和也にその場で買わせたんですね。で、なんか渡瀬さんの方が後から3万円ぐらい安いので買ったんで、和也にですね、黒山先生3万円って大金ですよとかね、なんか説教されたんですけど、まあ私隣の本屋行ったら そういうことを神保町だとしょっちゅうありましたからね。でそれで理系のやつも買ったんですよ。でそれで理系の僕に原系に来てどんな読み方がいいですかって、うん、何も思いつかないんだったら装飾品って言っておきます。いや、一回それこそね、軽く数ページなんてのも多いわけですよ、うん、で、まあ、辞書代わりっていうよりも自分の古典として持つものってのは身近に置いといて、はい、まあ、孫子でも君子論でもそっちもそうなんですけど、うん、それも年中ね、その まさに辞書代わりというか、年中こう引用とかこう思い出してこう見てるんですね、はい、そういうのがやっぱりありますよね、うん、やっぱり君子論とか漢碑子と実理論ってずらっと並んでたら、うん、まあ、そこの原系日記型ああとなりますもんね。そうですね、そうです、装飾品として成立しますもんね。 そうですね、そこに〇〇さんとかバツバツさんの本が並んでて、この人バカじゃないっていう、うん、思われちゃいますもんね、うん、だからその、まあ、その信長でも何でもそうですよ、身長合計するもんいたんですよ、だから他の信長の方はみんなやっぱり職に収めとか、あ、そうですよね、やり方としてはですね、はい、ということで1話はこれくらいにして、さらに続けて、次回さらにマキャベリー続けるということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。